よくこうイーサリアムキラーみたいな言葉をよく聞くこともあると思うんですけど、まあ、その中で出てくるのって大体ソラーナだったりアバランチだったり、まあ、ファントムとか最近によく聞くこともあると思うんですけど今日はその中でもそこまでメディアにも触れられてないけど実は熱いんじゃないかなってよく言われているテラこのテラっていうプロトコルに対してちょっとね、はい、深掘りをしていこうかなと思いますまあ今日この動画ではテラって何なんだっけっていう話とか特徴はとか今後 注目すべきポイントとかね、まあ、そんなところちょっとサクッとまとめていこうかなと思います。ちなみに先月8日の時点で過去1年間を振り返ってみると、各プラットフォームどれだけ儲かったのか、リターンがどれだけあったのかということをまとめているまあデータがあって、それを見ていくと、イーサリアムでだたい10倍、アバランチで25倍、ソラーナマティックでだたい110倍で、ファントムで160倍、でこんな感じでもうどれもとんでもなく上がってるんですけど、その中でも一番上がってて、何これって言われてるのが、 テラなんんでですすよよねテラがが170倍上がってるそうなんですよなのであの今後も結構無視できないんじゃないかなと思うしついこの間市場暴落した時にもあの1人だけずっと伸び続けてたっていう状況が、まあ、この間動画で喋ったんですけどあったじゃないですかあのそういうことが起きるんですよなのでそれだけこう結構強いっていうこともあるので、まあ、そういう意味でもね結構注目しておくのはいいかなと思いますでついこの間、まあ、市場暴落中の中でもテラが1人だけずっと上がってたっていうところに関して言うと1つの まあ理由の仮説としてはアストロポートの影響があったんじゃないかっていう,ふうに言われていますとアストロポートっていうのは新しい AMM のプロトコル がまあローンチをしたのののでででそそそれの影響なななんんじゃないかなんてここととがありますとで、えー、そこでますエアドロロックドロップっていうね、まあ、エアドロップがされたりとかっていうところでルナが使われたので上がったんじゃないかななんてことを言われてますけど、まあ、そういったちょっと細かい内容はこのチャンネルのメンバーシップの動画で今回ちょっとね大分ブインして明日になるかなちょっとやろうかなと思うので実際にその参加の方法とかもやってみようかなと思うので興味があれば月ラーメンいっぱい分で入るので見てみてくださいちなみにあとホワイビットコインホワイトペーパー えー、エディションの,、ね、あのグッズも下のリンクから書いてみてください。そもそもファウンダーって誰っていう風に思うじゃないですか。でこれなんですけどこれが韓国のドークオンさん、まあ、多分、ね、発音間違ってますけどドークオンさんっていう方がファウンダーですということなんですけど、えーまあ、彼がですねすごいこう やり手だととといいいいうことでまあろろ騒がれているとで特にメサーリなんかでも2022年に注目すべき仮想通貨のプレイヤーということでドクホンさん結構上位にノミネートされてるぐらいあの業界でもすごいこう注目を浴びるような方がこれを作っているということですね。で彼が選ばれている理由としては特にこう韓国なんかでは実はこのテラってすごいこう有名でこう根付いているとインテグレーションとかも進んでいるのでまあそういった意味でのえ実際の大衆化というところも実,際に実現できているという意味ではあの 注目をされていいる人ということですねでこのテラエコシステムにはルナというトークンがあって、まあ、これはガバナンストークンみたいな形なんですけど、もう1個まあ UST というアルゴリズムベースのステーブルコインがありますので、でこれというのはドルにペッグをされているんじゃなくて、えっと、ルナが燃やされてその価値 でこのステーブルコインの価値を担保するというような形なので UST の,の需要が上がれば上がるほどルナトークンの供給が減っていくというモデルが成立するので結構最近それでこの UST の需要が上がってきているからこそルナの供給量が減ってきてあのかなりプライスが、ね、上がりやすいようになっているみたいな形が実際に起きているんじゃないかななんていうことも思いますねちなみに有名なエコシステムとしてはアンカープロトコルというのがあってこれはまあレンディングサービスでステーブルコイン UST を預けるともう20%ぐらい 安定して稼げるみたいなプロトコルがまず1個あとはベガベガはまあデリバティブプロトコルですねあとはミラープロトコルは合成資産、まあ、株とかを、えー、トークン化するみたいなそういったものがあったりとかあともう1個マーズっていうのは AMM ですねでこういったエコシステムが結構増えてきているというところが、えー、今の現状かなとちなみに注目なのがこの、ね、韓国の決済アプリのなんかチャイっていうのがあるんですってでそれと提供することによって230万人のユーザーが 急にテラのエコシステムに流れ込んできたということもあってでそれもあって今回、UST っていうのが今年だけで短期間でもう0から72億ドルまで時価総額が跳ね上がったみたいなことが現状起きているうアルゴリズム系ステーブルコインのなんか代表の台にもうがっつり追いこうすごい勢いで追いついてきているという感じ。 なのもうなんかちょっと注目ですよね。で、目障りがすごい面白いように、こんなね、中で図を用意してくれてるんですよ。で、これがね、すごい分かりやすいなと思ったんですけど、ちょっとね、このエコシステムを今から紹介したいんですけど、これがね、面白いなと思ったんですわ。要は、このエコシステムがお互いこう支え合ってるみたいな形がね、出来上がっていて、例えば、えー、この強気の相場の時っていうのは、もちろん、クリプトの世界なので、まあ、例えば DEX スいろいろこう、投資をしたりとか、 えー、まあステーキングしたりとか、まあ、そんなことはね、まあ、もちろんやりますしあとは。 株式の市場も調子いいときはミラープロトコルなんかに行ってあのトークン化されたアップルを買うとかねテスラを買うとかさネットフリックスを買うとかっていうのもできるんですよでそれで結局、まあ、の投資を分散化させるみたいなこともできるとで逆にじゃあ弱気相場になったらどうすんのって思うじゃないですかそうなるときにはみんなアンカープロトコルに逃げてねみたいな形ができてるんですよでアンカープロトコルっていうのはさっき言ったように20%年間、まあ、19.6とか7とかなんかそんぐらいですけど 俺ずっとやってるんですけどあのねもう0.0か 0. 何パーセントぐらいしか変わんないんですよずっとだからそこにとりあえず預けてステーブルコインのしとしてで弱気相場はそれで逃れてねとで一方でこの右に上にあるなんかチャイっていうところから新規のユーザーが流れ込んでくるので、まあ、それがどんどんこう回るみたいな一応そういう形をねここで 描いいいててて確かかにななななるほどなっうう感感じじがしまますよねざく、まあ、と言うとと、まあ、こんな感じかなと思いますで、まあ、今後注目すべきところまず1点目っていうのが、まあ、マルチチェーンの対応これが結構進んでいるのでかなり頼もしいんじゃないかななんていうことが思いますと、まあ、テラとしては、まあ、自分のエコシステムを作りつつかつ黒チェーンマルチチェーンまあいろいろね言い方ありますけど他のチェーンとのこう互換性をね 気づいていいてるるというとうころもあるので,で実際にそれを短期間で結構成し遂げてるというのがすごい注目ポイントかなと思うし今後もどういうふうにそれをやっていくかというのも注目かなと思います。例えば今年で言ってもコロンバス5っていうアップグレードだったりワームホールとか,、ね、か B2 とかいろいろあるんですけど、まあ、それで例えばコスモスにつながったイーサリアムにつながって BSC につながって、えー、ソラーナにつながったとかねいろいろそういったエコシステムの拡大があの起きているので、まあ、これがまたどういうレベルで。 薄くしていくのか、みたいなところも、結構注目のポイントなんじゃないかなと思いますね。で、今後気になるポイントツーとしては、あのドクオンさんがですね、まあ、テラ。 フォームラブここが SEC にちょっとね目をつけられているというところもあるんですね。まあ、今回ミラープロトコルみたいな、ああいうエコシステムもあるので、SEC からもなんかこうおい、ドークワン来いって言って、招集をかけられることもあって、それに対してまあ彼らが SEC を訴えるみたいな <laughs>、そういう動きもねあったりとかして、結構、気も座ってる感じなんですよね。なので、うまいことこうピースフルな感じで問題が解決すればいいですけど、そうじゃないと SEC に狙いつ、 なんかこう狙い撃ちされてあのやられるみたいなこともあるかもしれないのでそこちょっと怖いなっていう感じはするけどねなのでちょっとそこもね動きが注目かなと思いますで3つ目に関してはこの目障りでも言われてるんですけどこの UST の安定性みたいなところっていうのがまあ結構キーかなと思っていて例えばリスクオフの時にまあ投資家がもうルナをバンバン売っちゃうとかまあそういったことになる時にまに実際になんか起きたらしいんですけどその時にルナの価格がえ実際の バックするはずの USD の価格よりもなんか下回っちゃったみたいなことがあったらしくまあそういった状況にも陥落ちえないこともないということもあるので,で実際にそれでアンカープロトコルの,この安定をさせるためにテラフォームラブスが7000万ドルを突っ込んだみたいなこともまあ実際ニュースになってたりするのであのそういった意味ではこう完全に。 パーフェクトなプロトコルではやっぱりないからあのそういった問題もね今後出てくるだろうしそこら辺の動きもねやっぱり気になるかなと思いますねアルゴリズムベースのステーブルコインというのは結構まだ新しいので今後どうなるかっていうのはちょっとまだまだねわからないかなという気がしますねでかつこの本当に UST みたいなアルゴリズムベースのステーブルコインになるのかそれこそまあなんかオリンパス DAO みたいなこう分散型の準備通貨、まあ、ステーブルコインみたいなものが今後 ベースになるのかダベースのの通貨みたいな、まあ、なまでそこら辺はちょっと分かんないですけどねどうなるかそこら辺の対等がどう影響するかっていうのも結構気になるかなって感じとこ今日この辺で終わりたいなと思いますどうですかね皆さんテラ持ってますかねあの結構持ってない人もいるんじゃないかなと思ったのであの今回この動画作りましたけどね興味があれば色々見てみてはいかがでしょうかでちなみにメンバーシップではさっき言った通りアストロポートのロック ドロップイベントっていうのもやっていて、まあ、なんかそのガバナンストークもらえるよみたいな、まあ、そういった話なんですけどね、まあ、ちょっとそれも一回ちょっとチュートリアルやっていきたいなと思うので、明日かな、まあ、できる時にやっていくと思うんで、ぜひ入ってみてください。はい、ではでは T シャツもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。